はい、こんにちは。まーちゃんねる前原です。先日ですね、妖怪ウォッチの妖怪メダルバスターズ、うん、第1幕の前哨戦やりましたね、うん、それでその時の動画の最後に第2幕コンプしましたってお話ししたと思いますね、うん、で今回ですね、残りの6メダル、これをですね、召喚したいと思いますね、うん、はい、それとですね、こちらの妖怪ゲロコプラスのバスターズ第2幕のやつ、うんうん、これも、ずいぶん前に買ったんだよね、実はね、うんうん、でようやく開けてですね、この第2幕のメダルを全部入れたいと思いますね、うん、はい、このついてきてるメダルも聞いてみたいしね、うんうん、ちょっとかなり今更だけど、まあ、やっていきましょうか、うん、はい、では6枚中の1枚目、うん、はい、洗いましょう、お願いします。はい、洗いましょう。ヒーラーなの？そうだね。そっか、洗うからね、うん、洗ってくれるからヒーラーなんだ。では次、ふぶき姫お願いします。はいはい、アタッカー。次、生ハゲお願いします。はい、生ハゲ。次はエナエンダーね。はい、エナエンダー。不思議族。エンラエンラ。はい、ここからが第2幕の最後のホロ2枚だね。うん、はい、じゃあお願いします。オロチ。なんか気のせいか、ニョロロン族って初めて聞いた気がするんだけど。そうだよね、ニョロロン族初めてだね。初めてだよね、うん、初めて聞いたよね。うん、これなんかメキシコっぽい音楽。メキシコ、メキシコかな、インドじゃないかな、あ、そうだね、うん、インドっぽい音楽ね。はい、最後です。冬にゃん、お願いします、はい。はい、ということでですね、第2幕のメダル全部召喚し終わりましたね。続いてこのゲロコプラス、これ開けちゃいましょうか。そうだね。で、ここについてるボスメダル、これなんだっけ、イカカモネ議長。うん、あー、まあ、開けてみましょう。はい、これには次の新映画でもやるウサピョンベイダーモードのシールもついてる。あ、そうなんだ。ウサピョンベイダーモードね、劇場の前売り券買わないともらえないってやつ。そうそう、あー、そう、ね、待望の第2弾。そうなんだ。はい、こちらがイカカモネ議長のバスターズメダルだね、うん、B メダルでございます、うん、ホロなんだね、一応ね、かっこいいの、かっこいい、イカカモネ議長、うん、そうかな、あのここら辺ね、ここら辺、あ、そうだね、デザインがかっこいいって意味ね、はい、じゃあちょっと召喚した音声聞いてみましょう。はいはい、ボスボス召喚サウンド。イカカモネ議長。なんかこの声。イカカモネ議長。
ちょう、イカかもできちょう。はい、ということで第2幕のメダルをですね全部ファイリングしてみましたね、うん、あとは、ウサピョンのベーダーモード、うん、これだけだね、うん、映画のマイル券そういえば買ってなかったね、うん、忘れてましたね、うん、まだ残ってるかな、もうなくなっちゃったかな、さすがにもうちょっとでね、あの第3幕も出るみたいなのでそれもやるのかな、第1幕第2幕ポンプしたからね、うん、第3幕もできればポンプしちゃいたいかな、うん、はい、ということで今回は以上でございます、バイバイ。